スタートです。いよいよ東京マラソンが動き出しました。日本勢にとってはオリンピック代表最後の一枠をかけた戦いです。今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため一般ランナーの参加が中止となったほか、観戦スタンドの設置やセレモニーも中止するなど規模を大幅に縮小して開催されています。気象条件ですが、もうすでに11度まで上がってきました。北西の風、風速 1.5 メートル。この気象条件から見る瀬古さん、記録の可能性はどう感じますか？まあ、これはまあ今日は暖かくなるのはしょうがないとして、やっぱり14度以下で最高は行ってほしいですね。はい、で湿度もまあこれよりも下がってほしいと思います。北西の風ですから、後半少し選手は向かい風を感じることになるかもしれません。大迫さんだけ帽子かぶってましたね、3選手の中 で、 そうです、ね、少しやはり上がることを予想してますかね。改めて東京オリンピック日本代表への道を確認しておきます。去年9月の MGC で代表3枠のうちの2枠が決定、中村翔吾選手と服部優真選手が内定をしています。最後の3つ目の椅子をかけて MGC ファイナルチャレンジと称して12月に終わった福岡、この東京、来週の琵琶湖、この3つのレースで日本記録を更新する2時間5分49秒の設定基準を突破した中の最も速いランナーが3人目として内定します。12月の福岡では設定基準を突破できたランナーはいませんでした。来週の琵琶湖までに設定基準を突破する選手が現れなければ MGC 3位だった現日本記録ホルダー大迫選手が3人目に決まるということになります。その記録をかけて今回ペースメーカーは2種類用意されていて、どちらを選んでも日本記録を更新するハイペースのペースメーカーなんですが、一番速い設定が1キロ2分55から56で、これは2時間3分台の国内最高記録を目指すタイム、そして2つ目の2分58というペースが2時間5分11秒という日本記録を30秒以上更新するペースと、この2種類のペースメーカーが用意されました。高橋さん、はい、どのペースを選ぶかは各選手の戦略によって変わってくると思いますが、はい、前の方に、はい、井上選手がもう、ね、はい、ついていますね。それを後ろから、こう大迫選手はいつも集団のこう後ろから見て、はい、見ながら走る選手なんですけれども、少し前の方に位置を取ですからね、はい、落ち着いて、位置取りを今探っているところだと思います。さあ、どんな戦いになっていくんでしょうか。世界屈指の高速レース東京マラソン、記録への挑戦をお伝えしていきます。それではこの東京マラソン 42.195キロのコースをご紹介してまいりましょう。集団が全然崩れないんですよ、はい、ハイペースにもかかわらず、うわ、2時間10分を、ね、切ったこともない選手もたくさんいるわけですが、ほとんどの選手がまだこの流れについてますね、はい、それと、気温はやちょっと離れてますけどね、はい、一番前の集団の中ではポジションは後ろというところを今大迫は選択しました。そして増田さん、設楽なんですが、さらにその後ろの設楽さんは次のだから2つ目のペースメーカーのところにつこうって判断したんでしょうかね、2分58、このペースも2時間5分11秒のフィニッシュタイム、日本記録を30秒以上更新するハイペースの集団なんですが、どうやらこの白いユニフォームホンダの設楽はこの2分58のペースで進んでいくことをどうやら立ち上がり選び始めているようです。それでは一番速い集団の後ろの方に今ポジショニングをしているという状況になりますが、このポジショニングの意図は瀬古さん、どう感じますか？もう先頭集団につこうということをここでもう覚悟しましたから、はいはい、もうこのまましばらくいくと思いますね、大迫さんってシカゴで日本記録出した時には前半よりも後半の方が速かったですよね。後半型なのに今回は前半から積極的って感じなんですね。もう井上選手が、ね、前にいますからね、ここは逃すわけにいかないですよね。大迫選手はいつも位置取りが集団の後ろから見るっていうのが定番なんですよね。 MGC の時は焦って前に行ってしまったのが自分の敗因だというふうにおっしゃっていたので、もういつも通りだと思います。井上選手タイムであれば許容範囲内かなとは思いますね、そしてまず5キロごとのポイントのすぐ後に給水ポイントがありますが、井上は最初の5キロはずっと集団の後ろでしたが、藤田さんはどう見てますか？集団がですね、ペースの上げ下げが結構ありましたので、はい、それに対応しないような形でうまく工夫しながら集団ついてる印象ありましたね。一旦集団から離れそうになってもそれは全体のペースが上がっているだけで、大迫自身のペースは一定であったと。そうですね、ですからアクセルとかブレーキはあまり踏まずに、はい、省エネで走っているような印象があります。さあ、そして第一放送車からかなり遠くなりましたが、第二集団こちらは1キロ2分58秒のペースの中に、藤田さん
東京メトロスポーツスペシャル東京マラソン2020、先頭は大会記録をも大きく更新する最初の5キロは14分32秒という手元の時計で入っています。5キロから6キロも2分55という、6キロを過ぎて集団が少しはっきりと2つに分かれていました。ご覧のように2つ分かれる形に変わってきました。前の方には井上、日本新記録、はい、大会新記録の可能性どんな風に感じてますか？大会新も両方いけるという感じがしてますけど、今のところ井上君の表情を見てても、はい、はい、アースディレクサー早野さんの言葉を借りても藤田さん、楽しみにやっぱなってきましたね。そうですね、ぜひここで記録、それからオリンピックの代表、どちらも勝ち取ってほしいですね、はい、最後の一枠をかけて大迫傑の日本記録をターゲットにレースは進んでいます。先頭集団は相変わらず2分55というペースを維持しています。海外招待選手が11人いるんですが、そのうち9人は大迫の日本記録よりも速いランナーで、トップランナーは2時間2分48秒レゲスはもちろんこの先頭集団にいます。そこにしっかり勝負を挑んだのが瀬古さん、大迫ということになりますね、うん、まあ、井上選手ね、先頭にくっついてますけど、まあ、今のところは調子が良さそうですね、うん、はい、なんかアフリカの選手と比べても井上さん頭が揺れないから、はい、集団の中でもこう風格を感じるっていうんでしょうかね、はい、勝ちそうな雰囲気持ってます ね、 そうですね、今のところなんか大迫選手よりも自信を持って走ってますよね。大迫は今その自分の前に井上を見ているという状況なんです、まあ、大迫は去年9月の MGC が3位だったことによって、まあ、待って最後の一枠を決めるという選択肢もあったんですが、あえてこの東京マラソンにチャレンジをしてきました。やはり挑戦をしたいという思いが大迫を動かしたようです。日本史上最速の男は今大会も覚悟を胸に挑んでいます。高橋さん、はい、この大迫が待たずに出場を選んだという思いはどう感じますか？はい、今までマラソン4戦が3位なんですよね。勝ってないって言った部分では、勝って自信を持ちたい思いと、やはり出るかもしれない、他の人が出してしまうかもしれないっていう、やはり不安を持って見ているわけにはいかなかったっていう意地だと思いますね、はい、はい、ケニア合宿に2ヶ月半してきて、今までとは違ったチャレンジを持ってきていますし、マラソンは最初の10キロどれだけ落ち着いて走れるか私ポイントだと思うんですけれども、この大迫選手の姿を見ると非常に冷静だなという感じがします。そして今画面の左下にはスピードメーターが出ていますが、これは現在の選手の時速を表示しているスパートビジョンです。日本記録を更新するためには平均すると 20.1 キロで走り切ることが必要なんですが、今現在20キロを挟んで推移しているという状況、この数字が 20.1 キロよりも速いのかどうか、一つ日本記録誕生への目安としてください。現在は20キロを挟んで 20.1 キロを超えていけば日本記録が更新する時速ということになります。なんか水泳ではよくこういう赤いのを見たことありますけど、マラソンで初めて見ますね。この後もね、ちょっとね、それをお伝えしていこうと思いますが、さあ先頭集団には井上とそれから大迫がいる中で、まもなく選手たちは10キロのポイントに差し掛かります。ドリンクをしっかり飲んでました、大迫もいの、あ、結構こういうところがあったんですね。結構リズム狂うね、はい、止まっちゃってますもんね。止まりましたね、少し取れなかったところがあったんですね、まあ、井上選手も全てのスペシャルを取ることにあまりこだわらずにゼネラルでもいいというふうに話はしていますが、やっぱりペースが速いですからね、取る余裕もね、やはりね、普段と違ってないですよね。なんか黒木監督が言ってたのは、ニュージーランドの合宿中も40キロは数え切れないほどやったけど、そんなに給水ガブガブ飲む選手はないらしいですね。井上選手ですね、井上選手ですね。で、キタンカルク選手、キプルト選手がまあその前を言ってるんですが、ちょっとずつこう離れてきた感じで、そこに大迫選手も紛れている感じですね、その先頭集団、ちょうど井上選手と大迫選手の差が今手元で3秒です、これ以上開かなければいいんですが、ちょっと開いてきました。ここで瀬古さん、ちょっと分かれてきました。今金さんの解説によると3秒差、およそ10メートルちょっと、やはり位置がですね、やはりずっと後ろにいましたからね、まあ、不安も少しありながらも走ってたんじゃないですかね。大迫選手の前には日本でも活躍しているビダン・カロキ選手がいますが、この12人の集団が後ろ4人、少し微妙な差が開いてきました。ただまだまだ元気なので、はいはい、今少しこうね、先頭の集団じゃ早いかなと思ってこう下がったんだと思いますね。今14キロのポイントを通過します。果たしてこの微妙な差が
大迫の走り何を意味しているんでしょうか。一つ大きなここはまず最初のポイントとなっていきそうです。出したが15キロのポイントは井上大迫ともにスペシャルドリンクは取れているようです。さあ東京マラソン2020先頭集団が15キロを2時間3分40秒台コースレコードを更新できるペースで進んでいます。でのポイントどう攻略していくでしょうか。選手たちは今両国付近を走っています。後続の第2集団の動きです。谷岡アナウンサーです。まもなく18キロを迎えようとするこの第2集団ですけれども、細かいアップダウンもありましたけれども、ここまではペース変わらず、17キロの時点でフィニッシュ予想が2時間4分33秒ですから、この集団も日本記録からは1分20秒ほど速いペースで走っていることになりますが、岡田さん、この集団には設楽、それから村山というあの有力どころいますけれども、ここまでの走りどうでしょうか。はい、そうですね、ある程度こう余裕を持ってですね、走っていたんですけど、ちょっと村山君がですね、ちょっと後ろのポジションに下げたんですよね。そうですね、そこはちょっと気になるところですけど、あとまあ佐藤君ですね、余裕を持って前の方で走れてますよね。でこの17から18キロも2分55で行ってるんですね。だから本当にいいペースで走ってると思いますね。村山この集団ずっとペースメーカーのすぐ後ろについていたんですが、先ほど小さなアップダウンのところでこの集団のやや真ん中の方に位置しているということで、ペースメーカーの後ろには設楽がぴったりとつけているというこの集団です。第2集団はまだまだ大きな集団で、三強の一角設楽悠太は立ち上がりからこの2つ目のペースメーカーで戦うことを選択しました。設楽がいて村山がいて佐藤悠基がいてコニカミノルタの菊池もいて、まあ、高橋さん、日本人の三強プラスアルファの有力集団はもうほぼ全てここにいるような感じになってます ね、はい、そうですね。この集団の中での、主導権は設楽選手がやっぱ握っているような感じがしますね。設楽選手が動いたらみんな動こうっていうような形でのレースになっていると思います。瀬古さん、2年前設楽が当時の日本記録を出した時も後ろから追い上げて結果的に日本記録を出した。そうなんですよ、井上選手が、ね、前に行きましたけども、それをうまく抜いてですね、はい、日本記録ですね。だから、まあ、控えめにいってるんでですね、今日は、まあ、大きくは落ちないと思いますね、はい、今日彼が選んだ戦略はここで戦うことだったということだと思います。ハーフの日本記録の小倉君もいますからね。あ、そうですね、小倉も確かにこの中段集団のちょうど真ん中あたりにいるサングラスをかけた選手、小倉もこの位置に陣取っています。さあ先頭ですが、先ほど少し2つに分かれかかりましたが、先頭集団のすぐ横にいるバイク解説の金さん、その後の第1集団の動きはどうでしょうか。はい、はい、少し動きがありました。2時間4分台の記録を持ちますエキル選手がですね、今のジョギングのようなスピードに一度落ちたんですね。この20キロまでのコースは細かいアップダウンがあるんですが、そのアップダウンでやはりちょっと足に疲労が出てきた選手がぼちぼちと出てきました。1人遅れました。一方の井上選手や大阪選手はこの集団にしっかりついて、特に井上選手はですね、2時間2分台の記録もまずこのレースで勝つんだ。そうですね、もう今勝ちを狙ってますよね。この5分49秒はもう当たり前だっていうね、そういう感じで走ってますね。はい、それが井上の戦略の中にあって、そしてそれは大阪も同じであって、タイムを追い求めるんではなく海外勢に勝つんだ、やはり一等賞への挑戦の意欲が、この自分を突き動かしたんだというふうに大阪は話をしてくれました。その考え方がやっぱり東京のオリンピックにつながるんですよね。はい、今後ろでレースを進めている設楽もね、増田さん、4分台が出なければ仮に権利があっても辞退しますよというような、発言もありましたし、だから3人はライバルなんですけど、大迫さんも井上さんも設楽さんも、はい、だけどなんか同志でもありますよ ね、 そうですね、みんなで世界との差を縮めようってことで風が吹いてるから、なんかそれが3人の追い風にもなって東京に向かっていくように感じます。しくも大迫と設楽は91年生まれの同期、そして今画面で捉えている井上はその一期下の世代で、この世代が一つ一塊となって止まったままだった日本のマラソンの時計を動かしたと。いいですね、こういうやっぱりライバル関係というのは大事ですよね。はい、総兄弟がライバルでしたもんね。そうなんですよね、やっぱ同じような年代でライバルってこれが大きいですよね。2年前の東京で設楽悠太がまずは16年間動かなかった日本記録を動かして、その8ヶ月後に大迫がシカゴでさらに日本記録を更新して、そしてその一騎上の2人の背中を追いかけて今井上が一番前でレースを進めているという日本の三強の動きです。日本のマラソンはなかなか高岡さんが記録を出して以降動かなかったんですが、設楽がそれをブレイクスルーして今明らかに日本のマラソン界は生まれ変わっています。
さあ先頭集団がまもなく20キロのポイントを迎えます。第一放送車です。はい、先頭集団からケニアのエキルが遅れて13人になりました。そして今20キロの関門を通過、手元の時計で58分41秒、フィニッシュ予想は2時間3分48秒。引き続き日本記録はもちろん大会記録を大きく上回るタイムでレースは推移しています。一つだけ藤田さん、井上大人が手袋を外しました。そうですね、まあ、佐藤君もそうですけどね、はい、あと行ききれない選手がちょっとこうきつくなってきてるかなって感じしますね。そうですね、堀尾、はい、そして一色がこの集団からは遅れたという第2グループです。第2グループまでも含めて日本記録は大きく更新しているといった状況です。さあ今先頭集団が門前仲町の折り返しを過ぎて、この後中間点ハーフのポイントを迎えます。大迫は2時間5分49秒の設定基準、自らが持つ日本記録ラインははるかに上回るペースでレースをここまでは進めています。そして井上、そのさらに後ろ日本人3位のポジションの菊池はどうかという状況になっています。大迫さん今サイモン・カリウキをかわして再び大迫は5位のポジションに上げました。前にはまだ4人の海外招待選手がいます。35キロの時点では4位のランナーまでおよそ30秒差というところがありましたので、直線ならば前は見えている、前のランナーは見える状況かと推察しますが、35キロの時点ではトップとは47秒差だった大迫です。さあ一旦先頭を見ておきましょう。第一放送車です。先頭ですが優勝争いを2人に絞られました。ナンバーカード1番エチオピアのレゲセ、2時間2分48秒という世界歴代3位の記録を持つレゲセ、そしてナンバーカード3番こちらは2時間3分36秒。大迫は37キロから38キロが3分6秒、やや落ちました。ちょっと右脇腹お腹を出すような仕草もありましたけれども、尾形さん。そうですね、まあ、やはり、ね、かなりきつくはなっていると思うんですよね、はい、まあ、またね、ちょっとユニフォームから出して今脇腹触っている状況ですけど、そうですね、はい、まあ、でも足が、ね、動いているので、まあ、大丈夫だとは思うんですけどね、まあ、でもちょっと3分6今かかってますので、はい、なんとかやっぱ3分5以内でですね、はい、抑えて走ってもらいたいですよね。残り4キロからの時点でいきますと1キロを3分3秒でいけば日本記録が見えてきます。踏ん張りどころ、残り4キロ日本中の期待を背負って大迫、沿道の声援も大きくなる。沿道のお客さんが大迫という名前を呼んで背中を押しています。残り4キロを切っています。ちょっと今時速が 18.5、 やはり苦しくなった。先頭には途中からついていかないという選択をしました大迫。途中からギアを1段階上げてここまで上がってきました。まだ日本記録ペース、残り4キロを切った。将来のこの大迫の夢は世界と戦える日本マラソン界を作りたい、海外の選手たちと対等に戦う日本人選手を見たいというふうに話していた大迫。大迫自身が今世界と戦っています。まずは自らの持つ日本記録、可能性が大きくなってきました。今時計を見た、歴史が変わります。日本陸上界に新たな1ページが加わろうとしています。ここが39キロ地点、3分2秒、この1キロ3分2秒、このまま行けば大迫日本記録が見えてきた。テレビをご覧の皆さんも声援をお願いします。この大迫が自らの持つ日本記録を残り3キロで塗り替えます。岡田さん、動きどうですか。いや、動きはですね、変わりはないですよね。大迫君自体もかなりね、終始時計を見てますので、はい、かなりやっぱりタイムっていうか日本記録は意識してね、走ってると思いますね。残りは3キロ 3000m、 もう目の前だ。ラスト3キロが1時間56分22秒ですから、はい、なのでね、本当に十分にもう狙えますよね。1時間56分22秒ということはここからの1キロ3分9秒でいけば日本記録。いや、これどうですかね、予防というよりは
ちょっと脇腹には来てるんでしょうか。かなりね、本当に疲れは出てるんだと思うんですよね、はい。まあ、ですけどなんとかこう、ね、奮い立たせて前に進もうっていう、こう意識は、ね、意欲は見えますよね。残りは3キロです。特に誰を意識するということはなく、可能性のある選手全員を意識して今回の東京マラソンに挑む、そう話しました。一緒に走る選手として全員をリスペクトして同じスタートラインに立って戦う。そのスタートラインからは間もなく40キロというところ。大迫君はですね、 MGC でやっぱ3位というですね、まあ、ちょっと不本意な結果に、ね、終わったんですけど、やはり、はい、まあ、その時は周りをちょっと気にしすぎてたんだと思うんですよね。だから自分のペースでやはり、ね、走れれば多分すんなりと、ね、2位までには入れたと思うんですけど、やはり誰かにちょっと合わせすぎて、まあ、本来の自分の走りができなかったっていう、あとは体力の消耗してしまったっていう、ね、そういった点が、まあ、見受けられましたので、まあ、今回は本当にもう自分の、ね、レースに徹しようっていう、まあ、そういった姿勢がやっぱり 見れてましたよね、自分の中に何か弱い部分があったのではないかという思いも含めてケニアで合宿を行いました。この大迫 MGC では2位の服部勇馬から5秒差の3位。この悔し大迫の40キロは1時間58分53秒ですから、フィニッシュ予想でいきますと2時間5分50秒というところ。ちょっとやはり苦しくはなってきました。今ドリンクを取った、懸命に腕を振る。まもなく残り2キロを迎えます。尾形さん、定期的にこう選手が海外選手が落ちてきて、その選手を追えるというのも大迫にとっては大きいですね。そうですね、まあ、なんとかそういうのをこう、ね、なんかまあ、こうモチベーションとして走っていかないと、まあ、あとラスト、ね、やっぱり2キロ、まあ、ちょっとですからね、まあ、なんとかこのペースを維持してですね、まあ、本当に日本新は、まあ、最低限、ね、走ってもらいたいですね。さあ残り2キロを通過。あ、そしてまた大迫の動きが良くなってきました。懸命に腕を振る。ここまでの走りとまたちょっと変わってきたんじゃないですか、岡田さん。そうですね、まあ、ラスト2キロが今1時間59分25秒で通過しましたので、まあ、まだまだね、本当狙えるタイムだと思いますし、まあ、ここね、あと ラスト1キロちょっと辛抱ができればですね、はい、まあ、本来大迫スピードが、ね、ありますから、なんとかね、そこまでに届くんじゃないかなというふうに思いますね。沿道からはものすごい声援、背中を押します。フィニッシュに行くに従って鈴なりの人、ハイキンさん、谷岡さん、私大迫選手のすぐ右後ろにいるんですが、足は動いてますよ、日本記録絶対に出ます。もうね、脇腹を押さえて痛いというよりもね、自分の体にパワーを注入している、そういう風に見えます。絶対日本記録いきます。なるほど、さあ頑張れ大迫、日本記録は目の前だ。1億ゲットしてほしい、1億円ゲットしてほしいですね。もう確実ですね。だって大阪さん、はい、小学校1年生と2歳のお嬢さんいますから、日本記録作ってプロですから ねまた、はい、本当に豊かな生活してほしいです。順位も4位に上げて40キロ通過地点では自らの日本記録更新は視野に入れた。さあなるか、自らの手で東京オリンピック3枠目を大きく手繰り寄せるか。40キロ通過地点では自らの日本記録更新は大きく、その可能性は広がっている。2時間5分30秒ぐらいで走る可能性ありますね。極端なペースダウンさえなければ逃げます。さあそして先頭レゲセの大会記録はどうか。フィニッシュのライン中之内の石畳の通りに先頭のレゲセは入ってきています。残り1キロが2時間1分20秒での通過ですので、大会記録残り1キロのポイントに差し掛かろうとしています。自らの大会記録更新なのか。大迫は40キロから41キロペース上がりました。3分1秒まで上がっています。3分1秒まで上がった。さあそして先頭のレゲセはまもなくフィニッシュラインを迎えようとしています。東京マラソン2020、やはり2時間2分台の強さは本物でした。世界歴代3位、去年悪条件の東京で4分台で圧勝したこのエチオピアのレゲセでもありました。まだ世界で3分台未満のランナーというのは世界に5人しかいないわけなんですが、そのうちの1人でもあります。
去年のよりも3キロも体重を絞って挑んでますね。さあそして大迫もこの丸の内の石畳の中通りに入ってきました。もう確実ですねこれね。確実か、はい、残り1キロを切った。さらに日本記録を塗り替えるか。これだけ自分のタイムをしっかりと時を見ながら確認しながら走れるだけの余裕があるというのがまたすごいところだと思います。この時点で自らの気持ちの中にもう確信はできたのか。大迫傑が自らの手で日本記録更新を狙います。さあそして先頭のこのエチオピアのタイムを上げてどうだ、大会記録更新はどうかというところ、微妙なラインです。ちょっと厳しいですね。今時計を確認しました。それでも2時間4分台は間違いない。3分台はやや厳しいかといったところ。左に曲がってまだここから 100m 近く、 100m ちょっとありますからね。最後石畳なんですよね。しかもね大会記録は大きく意識してきて挑んできた2時間2分台の世界歴代3位の持ちタイムを持っているビルハヌ・レゲセ、やはりその強さは見事でした。大会記録の更新こそなりませんでしたが、しかしこの見事なタイム2時間4分台前半で東京マラソン優勝、連覇を離れかけたシーンがありました。もう確信をした、もう確信をしました。大迫すぐでやりました。自らの手でその日本記録を塗り替えます。すごいね。やはりこれが大迫の強さでした。日本記録を自らの手で塗り替えてみせました。大阪偉い。2時間5分29秒日本新記録誕生。それでも挑戦をして自ら突破してみせました。あの MGC のね、うん、悔しさ ね、 あるね。あれ大阪君のお嬢さんじゃないかな。そうだね、うん、お嬢さん来てるねきっと。2歳と6歳。大阪さんのピアスも今日は光ってますね。特にもう贅肉とってあのカットカットカットで。あ、お父さんお母さん、お父さんお母さんだ。直江さん、はい、2人とも走ってらっしゃる市民ランナーなんですよ。ご家族にもそれから日本中にもそれから走りを目指している子どもたちにもその大迫の背中の大きさを見せたようなそんな感じがしますね。特にねここで走れなかったあの市民ランナーの方、はい、その人たちにもなんかこうね良かったですよね、はい、元気を与えましたね、うん、今大会は一般ランナーの参加の取りやめやボランティアの人数など規模を縮小してスタッフもマスク着用など安全管理にも配慮して行われてきた東京マラソン。主催である東京マラソン財団からは公式ウェブサイトにて沿道での応援は控えていただくよう協力のお願いもなされていました。あゆみさん、この奥さんのあゆみさんとすずちゃんです。2歳のすずちゃんが映ってます。あともう一人小学1年生ゆうちゃんもいるんです、うん、家族が仲良くてね一緒に志を一緒にしようということでアメリカに渡って。そうです、移住したわけですからね。ゆうちゃんもいました。大学を出てアメリカに渡ってそれから高校も東京から長野に渡って今回は初めてのケニアを選んで、ただそういう新しいチャレンジの前には必ず自分は負けた悔しさがあったように高橋さん話をしてましたね、はい、そうでしたね。やっぱりこの MGC の悔しさをこう大きな飛躍にしましたね。なんかダメだったことをプラスにいつも変えるタイプっていう風におっしゃってましたけれども、これでしっかりと日本記録という後を残したのは素晴らしいですね。だから増田さんどうしても大迫というとね中学時代から世代トップというイメージがありますが、決してそうではなくて負けて強くなって負けて強くなってというそういう歴史を刻んできたランナーという表現かもしれませんね。だって高校佐久長聖高校に日本一になりたいって言って駅伝ではなりましたけど、やっぱり怪我しちゃったりね、いろいろありましたし、でも子供の時はなんかお母さんの直江さんに聞いたらスキーのジャンプで世界一になりたいって、ちょっと長野オリンピックの時に小学生なんですよ、船木さんとか原田さんのあのジャンプで、でもあのスグルは高所恐怖症だったんだって。そうだったんですか。お母さん言ってました。マラソンでよかったね。よかったね、マラソン、マラソン2020マラソン男子優勝の、これがそのフィニッシュの戦艦と瞬間です。このプレッシャーの中でね、さすがですよね、はい、でも日本記録ですからさすが第一人者ですね、はい、その強さを遺憾な